皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクとホーキーです。今回は、トイストーリー4に出てくる皆さんも知ってる通り、ホーキーを作ってみました。めちゃくちゃ可愛いよね。どうですか皆さん、ホーキーです。めっちゃ声裏返っちゃった。で、今回ね、こちらのホーキーめちゃくちゃ作るの簡単なので、皆さんと一緒に最初から作っていきたいと思います。はい、ホーキー。こちらのホーキー、皆さんも知ってる通り、トイストーリー4の予告とか見てたら、これボニーが作ったね、おもちゃなんですよ。で、見た材料も全然あるし、簡単に作れそうだなと思って、材料全部買って一回作ってみました。もうほんと映画楽しみですね。絶対見に行きますよ、私。で、そのトイストーリー4の、もうメインキャラクターって言っていいほどの、もうめっちゃ重要なキャラクターホーキーなので、めっちゃ可愛く作れるから、今回皆さんも一緒に材料を集めて作ってみましょう。100均で集められるものも結構あります。まずはこちらのホーキーのもう本当に一番大事な部分、フォークスプーンみたいなやつですね。はい、こんな感じ。これね、探すのめちゃくちゃ大変だったんです。100円ショップ、ダイソー、キャンドゥ、セリア全部行ったんですけど、ほとんどね、こういうのじゃなくて、こういう形じゃなくて、全然これなかったんですよ。で、ホームセンターみたいなところで、これを見つけて一番似てるなと思って買ったんですけど、やっぱりなんかちょっと違うんですよね。こんな丸くないし。で、Amazon で見てみたら、めっちゃそっくりなのを見つけました。100個入りで500円くらい。本当にいろんな場所見つけて、もうこれでやるしかないかなと思ったんですけど、Amazon でこちら見つけました。めっちゃいっぱい入ってんの。やばくない?で、あと見つけるの大変だったのがこちら。このアイスの棒みたいなやつですね。で、簡単に見つけられたのは、この細いやつなんですけど、よく見たらこれ細すぎですね。もっとホーキーの足は太いんで、探しても探してもなかったので、Amazon でこちら。この太くて大きいやつ。ちょうどね、ボニー使ってたのがこの太いやつだったんで、Amazon で買いました。これも400円くらいです。もうめっちゃホーキー作りたい方は、ぜひぜひ Amazon で見てみてください。Amazon で買った材料、このフォークとかも全部概要欄にリンク貼ってあるので、見てみてください。はい、で、次はじゃん!目玉。こっちが100円ショップの目ですね。これ100円ショップで集められるからいいと思います。で、この木の棒とか、これ探してた時に、このセットも見つけたんで、念のためね、いろんな大きさがあるので買いました。これも500円くらいで、100円ショップのよりはめっちゃ入ってるんでお得です。サイズは5種類。大きいのに、次に大きいの、次に大きいの。でもちっちゃくなって。で、めっちゃちっちゃいの。これ可愛くない？いっぱい入ってんの。だからめちゃくちゃお得です。100円ショップでも集められるんで、そんないっぱい作らないよっていう人は100円ショップでもいいと思います。こちらダイソーで見つけたんですけど、セリアとかキャンドゥでもあると思います。はい。で、あとは、じゃん、粘土。粘土はこの下の部分ですね。で、私はこの下の粘土は、この紙粘土を使ったんですけど、なんか作りづらくて手もめちゃくちゃ汚れたんで、今回油粘土を買ってこれで作ってみます。で、もう一つがモール。これはもう 100% 円ショップに売ってます。これはホームセンターなんですけど、100円ショップの方がいっぱい入ってますね。で、あとは普通にお好みでほっぺたとかのペンです。カラーペンで、あとね、眉毛と口用のカラフルな粘土も買いました。これも普通のホームセンターで見つけました。で、ここの足の部分の、足取れた。やばい。はい、この足の部分の、虹なんですけど、本当はシールなんですよ。でも、探しても見つけられなかったんで、私は紙にそれを書いて、切って貼りました。なので、これも自分で書きます。はい、じゃあ、早速材料も持ってる方一緒に作っていきましょう。多分さ、これさ、ある家には全部材料ある可能性あるよね。粘土とかモールとか。で、私ね、前ね、どっかでコンビニかなと、ホットモットなんかどっかでお弁当を買った時に、こういう感じのね、フォークスプーンみたいなのがついてきたんですよ。だからもしかしたら、お家にあるかもしれないので探してみてください。はい、じゃあ、油粘土から開けます。じゃん。あ、これ結構使いやすいかも。油粘土の方が。まず油粘土をこうやってコロコロ丸めます。紙粘土よりは使いやすいんですけど、結構力いりますね。これもっと軽いね、粘土とかあったらそっちの方がいいと思います。結構割れるね、油粘土って。で、こうやってここに刺して形を整えていきます。はい、こんな感じでね、形を整え、なんかもうちょいさ、いびつな感じにした方がさ、リアルじゃない？こうやって。はい、いい感じですね。こんな感じだね。で、そしたら、このアイスの棒みたいなやつを足の大きさくらいに切っていきます。で、それ用のね、ハサミも買ったんですけど、硬いので絶対に大人の人に頼んでやってもらってください。それ専用なんで、硬いもの切る用なんで、めちゃくちゃ簡単に切れます。まあ、このハサミもね、600円くらいで買いましたね。こう、サイズをね、こうやって調整してって、こんな感じかな？で、私、今はボニーが作ったみたいな感じのやり方でやってるんですけど、これはなんか中に入れたんですよね。でも本当は、こうやってボンドでくっつけるみたいなので、まあ、私の予想なんですけど、ボンドでくっつけます。速乾アクリア、使います。こうやってつけて、よし、じゃあそのまま乾くまでちょっと待ってますね。多分すぐ乾くと思います。あ、ちょっとこれは逆でしたね危ない。よし、やっぱり紙粘土より油粘土の方が使いやすいんですけど、めちゃくちゃゴミがくっつきます。やばいです。はい、じゃあ、こちらの目なんですけど、貼るのがシールになってるのでめちゃくちゃ使いやすいです。ボンドとか使わないんですぐに貼れちゃいます。で、やっぱりこれは1つ大きいのと1個小さいのにします。よし、で、大きいの。はい、こんな感じでいいかな。いい感じですね。そしたら、ここもね、地味に青く染まってたんですよ。なので、こうやって、まだ濃すぎるので、これをこうティッシュでなじませます。こうやって、ちょっと拭きながらなじませてあげます。あ、いいんじゃない？めちゃくちゃいいと思う。ほら。うん、薄い感じでやって OK です。じゃあ、次は、眉毛と口を作ります。あ、まずはモールの方がいいな。モールは、こうやってます。じゃん、ふっと。そしたら指もこうやってちょっとずつ折って3個の指なんですよね。フォーキーはこんな感じ。いい感じだね。で、同じようにね、右側でこうやって上げて、ほら、いい感じに手もできました。はい、じゃあ口をやる前にこのペンでほっぺたを薄く描いていきます。こうやってまたティッシュでこうやって、あ、いい感じいいんじゃない？よし、で、もう一つ、うん、こんな感じでほっぺたできたので、次は眉毛と口ね、粘土でこうやって細長くやって、よし、じゃん、こんな感じ。お、いいね。よし、できた。そしたら青い粘土でちゃんと笑ってる口にしてあげます。よし、どう？よくない？じゃん、こんな感じ。笑ってるのとこうびっくりしてるやつね。こっちの方がうまくできたけど、下の粘土が汚いです。はい、じゃあ次はこれ置いといて、この紙に虹を描いて貼っていきます。虹はまず青周りね。はい、こんな感じでできました。虹。そしたらこれを切って、よし、テープのりの方がすぐくっつくんで、フォーキーの足にくっつけます。じゃん、お、ぴったり。いい感じ。最後は足にボニーって書いちゃいます。まあ、私はボニーって書くんですけど、皆さん自分の名前書いてもいいと思います。緑でね。はい、こんな感じでフォーキー完成です。めちゃくちゃ可愛くできた。で、本当に作り方簡単で、ボニーの手作りなんで失敗とかはないですね、絶対に。自分の好きな口の形にしたり、眉毛の形にしたりしてもいいと思います。はい、こんな感じで今回フォーキーを作ったんですけど、めちゃくちゃ簡単にできるので、ぜひ100円ショップとかで材料買ってって作ってみてください。で、参考にして作った方、ぜひ Twitter とか Instagram とかでアップして見せてください。私もアップするので、ぜひ見てください。はい、ということで、この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。リクエストとかもあったら、ぜひコメントお願いします。Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。りくちゃんねでした。バイバーイ。バイバーイ。めっちゃ可愛いんだけど。